や燃費悪いね、本当瞬間燃費がね20リッターぐらいいきますもんね。もうちょっと燃費のいいエンジンにしとけばよかったね。まあ、エンジン変えられるかどうかわかんないけど。おーおーおお、なんか傾いてるか、おっかねおっかねおっかね。大丈夫？もうちょっと外側回った方が良かったっぽいですね。荷台に引っ張られて傾いてましたよね、今どう考えても。そう、トレーラーストア行く方だと右曲がるんですけどね、確かまっすぐで倉庫方面ですからね。行きましょう。ただ結構ぬちゃぬちゃなんですよね、こっちの道が。下手げにね、大丈夫そうだなってところを通っていくとね、横転する可能性がありますからね、そこだけは気をつけましょうね。本当1セット目これで OK ですね。はい、2セット目はこれ3箇所から取ってこなくていいの、もしかして。だったらさ、ここでいいんじゃね？ね。何も本当遠いところから持ってくる必要なかったね、本当に。こっちじゃないか。まあ、こっちでもある意味いっちゃいいんだよな。トレーラーストアで補給できるから。はい、じゃあ行きましょう。2つ目回収しに。でもなんなら真ん中が多分ね一番いいような気がするんだよな。大変なところがなかったはずなんで、ぬかるんでんなとか。はい、この先をね右に曲がったらもう一直線。燃料はそこまで使わなそうだね。やっぱ圧倒的に距離が近い。ただ問題はね、こっから先がねまともに走れるかどうかなんですよね。意外とぬちゃぬちゃだったんじゃなかったっけっていう。あ、でも思ったよりか。はい、2つ目、これで回収ですね。お、なくなったじゃんやっぱり。じゃあ何だったんだ、あのここであれだったのは。順番通りやんなくちゃダメだったのね。本当にどういうこと。うわ、紛らわしい。あの草むらの中に切り株が隠れてる。それでエンジンダメージ受けてますよ。あ、 U ターンするより早いかなと思ってずーっと一周回ってきたけど、その場でバックした方が早いかもね。動かねえんだもん、ほとんどぬちゃぬちゃだから。ってことはもう次は強制的に真ん中行きましょうね。一番手前であと2回戦できるかなと思ったけど、結局これ持ってきたけどまだ1回も使ってないよね。まああれも意外とバランス悪いですからね、跳ねまくるというか。まあ悪くはないんですけどね。結局ほらブラックリバーでね2台目手に入れて結構しばらくね使えますからね、あれも。うん、やっぱローギアにぶっこんでもあんまり意味ないですね、デフロックがないと。はい、あとね一回りねでかいタイヤつけられればまだね走破性が上がるんでしょうけどね。
っぱね、でかいタイヤは正義ですよ。はい、じゃああと最後ラスト1個回収に行きますか。はい、もう燃料ね半分以上使ってますよ。燃費悪っ。ほんとたまにね走ってるだけでダメージ受けっけど、なんかなと思ったらさ、結構あの岩にヒットしてたりするんですよね。最初何に当たってんのかなと思ったけど、ほんと意外と岩だったりするんですよね。なんかねほんと草むらの中にね岩が隠れてたりとかするからね、それが紛らわしい。はい、こっちはね落ちないようにしないとね。おい、あと半分ぐらい残ってますね。あれもで2箇所目はねここまっすぐ行ったところですから、まあこのねミシガン州はね一番最初のねまあ地域だからこそなんだろうけど、難易度はね多分そんな高くないんですよね。だから他の地域行くとねもっと難易度が高くなるだろうから、そこでねちゃんとできるかどうかが問題ですよね。横転しまくりだったらね心折れそうですもんね。ほんとまあここはねほんとチュートリアルマップに近いだろうからね、てかチュートリアルマップなんだろうから、ここで基礎的な基礎を学ぶのに、基礎中の基礎をね学んでくださいマップだろうから、まあ、こんだけね簡単にねまあ移動がめんどくせえなんていう余裕があるんでしょうけど、どうなるかですよね。まあ、アラスカもちょこちょこやってるけど、確かにアラスカのがねこのマップよりは難しいですからね。あ、やっぱなくなりましたね。はい、もうこの場で U ターンして帰りましょうね。なかなか向きが変わんないの。しかもさ頭の向きがなかなか変わらないからさ、トレーラーのね荷台の制御が意外と難しいですよね。まあ、逆にねバック慣れてない人はこっちの方が簡単かもしれないけどね、究極に後ろが鈍いから。危ない危ない、落ちる落ちる。とりあえずねこれで3つ目ですから、持ってったら終わりですよ。どのぐらい経験値もらえるか分かんないけど、レベル上がんねえかなってところですよね。上がればねランク15になるんでね、だいぶ上がってきたなって感じですけど、まあまだまだなんでしょうけどね。まあいろいろね変えるパーツとかね変えるトラックも増えてくんでね、やっぱランクはねさっさと上げたいですけどね。あは、ふざけんなよ、ちょっとした油断だよ本当に最悪ですね。そこほらここのくぼみ、そこに一瞬落ちたから頭がね、そのまま荷台も流されたってことですよね。じゃあちょっとねトラック持ってきましょう。あ、そういうことか。ここの製材加工所にはさあれがなかったよね、クレーン付きのトラックが。ってことはじゃああれ持ってくるか、これの出番ですよ。今回出番がねえななんて言ってたけど、で多分ねもう使わないからね、そのサービストレーラーも売りに行ってから行きますか。